お願いします。じゃあ、今回僕ちょっと前々からずっと欲しかったこの車を買ってしまったわけなんですよ。 LKB の69年式なんですけど、まあ結構ボロくて、まあ、塗りたいなと思ってたんですけど、まあ1年2年ぐらいのスパンでやろうかなと思ってたところ、ちょうど弊社で新商品として出そうかと言ってるこのキャンディ、染料のキャンディなんですけど、まあ、すごい鮮やかで綺麗なんで、ちょっとこれを大きいのに塗ろうということになって、ちょっといいタイミングやなと思って、僕ので塗らせてもらえないですかということで、今回仕事の時間を使ってなんで、ちょっと1ヶ月っていうすごい短いスパンでやっていくことになるんですけど、まあこれをまずちょっと色決まってないんですけど、塗っていきたいなと思って途中からスタートしていきたいと思います。で、まあ、車の状態なんですけど、まあ、この通りなかなか、まあ、錆がひどかったりとか、まあ、ボンネットに亀裂が入って、多分ボンネット自体は全部剥がんとダメなんじゃないかなみたいな感じで、でクリアは日焼けしててボロボロへこみもありますし、まあ、リアは50年前の車なんで、補修跡の板金するとやっぱ熱が入って錆びやすくなっちゃうんですけど、まあ、修正してるところはもう大体全部錆びて穴が開いちゃってるっていう感じなんです。で、まあ、その辺をちょっと今回溶接機使って熱を入れたりとかはせずに、弊社で販売してるタカナソルダーキットっていうハンダを使った板金でちょっと補修していこうかなと思ってます。まあ、1ヶ月っていうスパンなんで、まあ、妥協というよりかは、まあ、やれるメニューでこなしていけたらなと思ってます。こんな感じで、この辺はかなりでかいですね。これが一番やばいです。まあ、こういうのがあったり、もうすでに修正というか埋めてるところもあるんですけど、まあ、こんな感じで結構強度も出るんで、まあ、こういう感じで補修していこうかなと。まあ、あとは右側はちょっとなんかぶつかったのか分かんないですけど、溶接の跡とか板金の跡、張り替えの跡、パテが5ミリぐらい持ってやるとかいろいろあるんですけど、まあ、はい、最速でやっていきたいと思います。以上っす。